始まりました。さあ皆さんお待たせのこのチャンネル、クロスボンバーチャンネル。あー、僕キングとネプチューマンのマグネットパワーなんか持ってないということで、筋肉マンの話はさておき、今日は何をするかと言いますと、今日はこちらをやります。じゃじゃーん、ラーメン早食い。今回マジです。なんだろう、あの逆に今回マジですって言い方なんなん。具材なしのラーメン。具材なしのラーメン、はい、AD が作ったラーメンなんですけど、うん、1分以内に食べれたら1万円、はい、食べれなかったら1万円っていう。え、どういうこと？食べても食べれなくて1万円もらえるってこと？いや、そんなわけないじゃないですか。1分以内に食べきれたら1万円差し上げます、はいはいはい、チャンネル側が、うん、1分以内に食べきれなかったら1万円ください。え、なんなんその、え、俺リスクあるじゃん。大体リスクとリターンは、いやいや、じゃなくて、いや、え、ラーメンもだって、いや、あ、来たな、まともにやらないつもりだね、これも。どういうことですか？結局ラーメンって言っても、結構多い量入ってたりとか、熱々の熱湯の中に入ってたりとか、辛かったりとか。え、どう、ルールはどうなの？だからきちんと教えて。普通のラーメン、一玉分、一玉分をもう机の上に置いた瞬間からカウントします、うん、それどれ、どこまで行ったら終わり？飲み干す。汁も麺だけで1分はいけるんじゃないですか？いけるんじゃないですかって、いや、こっち側いけるものをやらないといけないじゃん。なんで今いけない風にしようとしてんの？見てる方がそれ絶対いけるでしょって思ったら、あんまり具材は全部外すので、うん、いや、具材あって汁飲まない方が楽なんだけど。楽な方がいいですか？リアクション芸つってんのに。いや、リアクション芸って言っても今までむちゃくちゃなリアクション芸だったから、今回も俺まともなの来るの思ってないし。ちょっと冷めちゃうんでいいですか？じゃあ、いや、本当にやんだね。じゃあ食べれたらね、はい、汁も飲み干すのね、はい、もうじゃあ机の上に置いた瞬間にカウントしますよ。はい、じゃあいきますよ。じゃあお願いします。よーい、はい、スタート。いただきます。すっぱっ。30秒経過。残り10秒。3、2、1。終了です。できますね。いや食わないよ。初対面だ。あの冷やし中華かと思った。素でやったの。俺やったことなかったですか？ないでしょう。いや辛いとか見てわかるし、なんだけどこれ汗はかかないわ。ただ気持ちが悪くなってツーンとするから。見てる方多分分かってないしさ。説明してください。皆さん伝わってないかもしれませんけど、これは汁がお酢で麺が絡めてあるから麺も酸っぱい。いや入らないから、やっぱ酸っぱいもの、こんだけ酸っぱいと出そうになるし、あったかくしてるからすごく美味しくないの。どんな感じか見せてもらっていいですか？じゃあどんな感じか。どういうことですか？どんなラーメンだったのかちょっと見せてもらっていいですか？いや、僕一回食ってるじゃん。泡、なんか泡が浮いてるから。いや、これはできないって。え？3分経過。いや、まだ続いてたの。いや、食えないから。これ一回吐いたもん、しかもよく食わそうとしたら、これ酢温めちゃダメだから。体にはいいですから。でもそっか、そっかじゃないよ。一応言っといてくださいよ。残した分はスタッフがってやつ言ってください。バカじゃない。怒られちゃうんで。残した分はスタッフが美味しく食べました。これ言っとけば多分大丈夫ですか？バカじゃないの。使えるからどっちにしろ。